久保さん今回、トグのトグにしましょうか。トグの漢字。はいまあ、僕ね、好きな僕のマインドセットがあるんですけど、どんなにすごい包丁でも、研がなければ使えなくなるっていう、錆びるってことですね。どんなにもうめちゃくちゃ世界最高峰の包丁を手に入れたってなったとしても、めちゃめちゃ切れ味抜群です。じゃあ、10年研がなく放置してたら、うん、仮にね、雨ざらしにしてたらどうですか。100%多分ね、 10年何もメンテナンスせずに雨ざらしにしてる包丁多分錆びって使い物にならなくなるでしょうね10年前はめちゃめちゃ世界一の最高峰の包丁だったんだけど10年後は何のクソの役にも立たない包丁になるゴミになるっていうねな何が言いたいのかっていうと要は優れたあスキルっていうのは衰えるっていうことですねで優れたスキルを手に入れるために磨くでその優れたスキルを 維持するのに磨くだから板前さんとかも最後まああの、うん、お店終わったらね包丁研いでねメンテナンスして終わりみたいなでこう綺麗にしまってこう布にしまってこうお疲れみたいなそこまでが仕事みたいな包丁研ぎまでが仕事みたいな話ですよねだから板前さんのどんなにすごいその優れたテクニックを持ってても錆びた包丁じゃ、うん、初心者に勝てないですよ だって食材に錆びつくじゃないですか <laughs>。錆びついたら寿司食います食わないですよね。刺身食います錆びついた。きれいに磨いて洗ってある包丁。その包丁を初心者がこう切るじゃないですか。板前さん、超テクニックがあるね。板前さんがね。その錆ビた、ね、包丁で刺身切るじゃないですか。どっち食べたいですか。でも片方は板前さんが切ったんですよ。この道30年のプロ。だ,だけど刺身に錆びついてるんですよ。食うかいなって話ですよね。 これはね、僕が好きな、あの、本当に考え方ですね。優れた包丁も研がなければ使い物にならなくなると。だから常に、こう、日々、そのメンテナンスだったり磨くっていうことをやっていかないといけないと。だから僕も、その、まあ、ブログを始め、まあ、動画の方はね、まあ、多分日々撮るんで、まあ、久保さんのやりとりもありますし、あれなんですけど、まあ、ブログを毎日始めた理由は、もう2年以上毎日更新してるんですけど、やっぱその、書かないと、 まあ僕も,もうメルマがなんか10万通以上書いてきたし、相当書いてきたけど、やっぱ書かなくなると書けなくなるので、やっぱね、あの毎日何か,か書き物するっていうのはね、すごくいいトレーニングになってるなと思いますね。だから、まあ、今、継続して2年ですけど、まあ、今日もね、ブログ書きましたけど、まあ、10年ぐらい続けて、まあ、10年後もどうするかは決めますけど、やるかどうかは。うなん。だからそのま、なんで続けるかっていうと、マインドセットの中でそのな、研ぐ。研がないとダメだよねっていう。 うん、衰えるよねっていうのがあるので喋ることもそうですし書くこともそうですしでそのネットで稼ぐ上で一番重要なスキルっていうのが僕は書くことと喋ることだと思う伝えることだと思うんですね、まあ、伝え方が喋って伝えるのかそれとも書いて伝えるのかどっちかしかないのでこの2つだけはね絶対その維持していくある程度の維持パ,パフォーマンスが出るようにしとくっていうのが、まあ、そのお金を稼ぎ続ける上で大事なことかなと思います だ結構ね、ネットから離脱する人って結局その、過去やってましたっつってね、あの、やらなくなるから結局できなくなるんですよ。過去はできたけど、今はできないっていうやつですよね。うん。そう。まあ、一回覚えちゃうとね、あの、ある程度できるんだけど、ただその、なんだろうな、衰えてるんですよ。間違いなく。できるけど。感覚がね。うん。だから僕は日々やるっていうことが、 実は守りであると。うん。なんか包丁を毎日その料理が終わったあと研ぐっていうのは実は明日のいい食材を切るための準備でありまあ、大切なことかなっていうところですね。うん。それでね板前さんなんかそ,のそれで飯食ってるわけじゃないですか。うん だからまあ腕を磨くことも大事だしそれを使ってる包丁を磨くことも大事だし全部大事だよねって話ででも多くの人はなんかねそこをね磨かない磨そこをねなんで磨か,かないのかなっていううん使わなくなったらね使えなくなるんだよっていう <laughs> あとねこれのび太くんの僕好きなやつでその未来人の話ですね未来人が そのなんか宇宙船に乗って移動するわけですよ。ちょっとした移動もね。で、のび太くんが、なんで君はその宇宙船、小型宇宙船に乗って、一、まあ、人用の宇宙船に乗って移動すんのみたいなね。で、未来人が言うわけですよ。いや未来人っていうのはその、こういう便利なものが出て、宇宙船で移動するようになって、歩かなくなっちゃったから、歩けなくなっちゃったんだよと、退化してね。で、のび太くんが言うわけですよ。へえ、便利になるのも、あれだね、みたいな。 便利になるのもあれだねみたいなね <laughs>。で、便利になったんだけど足、足歩けなくなるんですよね。何なんですかね <laughs>。あのね、のび太くんのあのシーンもね、もう多分相当何十年前に見たシーンなんですけど、僕もちょっとなんかすごく受信したんですよね。ああ便利になるっていうのは不便になるんだなっていう。申しますね。便利になるっていうのは実は不便になるということです。ちょっと難しいかもしれないですけどね。いってらっしゃい。